あれ、剥きます？あれね、ほんと手で剥けるから、ピローって。剥かない、あみさん。嘘。あ、食べちゃうんだ、食べちゃうんだ。食べる。あと、ニュージーランドの人は、キウイは、そのまま食べ、皮ごと食べちゃう。マジで？マジで？ちょっと見てくださいよ。ちょっとネットでやって。あの、私にとっては買い物はレジャーなので。うんうん。なんか名言っぽいの出ましたね。名言っぽいね。いいな。楽しみのために行ってるので、まあ、こういうあの変なものとか見るのも楽しみですね。これカクテルに入れたりするお花。あ、特用なんだ。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはこちらです。私の買い物術。買い物といっても、そこには新鮮なものをどう選ぶのか、あるいはどうすれば安く買えるのか、さらには体に悪いものは入っていないのか、皆さんの買い物基準、テクニックを今日はご紹介ください。さあ、あゆみさん、あなたの買い物術を教えてください。私の買い物術は、買うものによっていくつかスーパーとかお店とかを買ってます。例えば、大根が欲しいときはチャイニーズの食材店に行きます。わかる。わかります。で、冷凍食品でこんな風に味の素の餃子とか。餃子、あ、これある。私もこれ買う。で、こんななんか変な日本まがいのものがあったり。コスラーメン売ってますね。なんか急にローカルなもの出てきましたね。そのスーパーの目の前にはこうやってなんかパンダが置いてあって、うん、でその奥ちょっと見えづらいと思うんですけど、和食のレストランがあって、ドキドキっていうレストラン、いかにもちょっと入りたくないような。うん、特別になんかこういうお魚が欲しいとか、スーパーにないものになると市場に行くんですけど、しょうこちゃん、これ何か知ってる？これブダイですか？沖縄とかで取れるよね。ブダイ、何これ？なんていうのこの気持ち悪い星の、何これ、顔が穴子みたいな。あ、違う、穴子、あ、でも、あ、顔、これあんこうかな。あんこうですか？え、これあんこ？これあれじゃない？穴子じゃない？あ、やっぱり穴子なんだ。へえ、穴子とタチウオとサバと大きくてブヨブヨしてて、キジハタとちゃんと綺麗に切ってあるの。うん、ね、切ってある、ね。頭でっか。あ、タラか。タラの頭ね。タラだった。コットって感じ。これはたまによく行く、スーパーなんですけど、ここはお肉のカウンターがあるんで、お肉ちょっと違った、あのカットのお肉欲しいとか、あのお魚欲しいって時はこのスーパーです。ラムチョップ、ラムカルビっていうのかな、ラムラッキーだったらあるみたい。いや、めっちゃ、これ何ユーロぐらいですか？これ確か7ポンドか8ポンドぐらいだったと思うんですけど、そうすると1500円くらいかな。1500円ぐらい。800ポンド。そう、こんな風に、あの、ほら、豚足とか、テールとか、そういうものも売ってて、その奥にあるのが皮だけ。よく隣にあるの。豚の皮だけ。へぇ。きれい。なんか。きれいよね、これね。もう先切ってきたみたいな感じ。やだ、表現だな。新鮮ですよって。やだ、表現だな。お肉とかお魚のカウンターっていうのは、あの、前からほぼ大手のスーパーにはあったんですけど、コロナの影響でなくなってしまった。
そうなんだ。一時的に完全に撤去されて、そこがなんかピザのカウンターになりました。悲しい。ないの需要。大根はチャイニーズって話でしたけど、はい、他にはなんか野菜を買う時のこだわりとかはあるんですか？人参だけはオーガニックを買ってて、うん、それは何なんですか？はい、すごい味がやっぱり違うのが明らかで、甘い、うん、で食感もね固め、かなりもガリッとこう食べれるような感じで、うん、すごい気に入ってるから、であと皮むかないでいい、うん、っていう、うん、でやっぱりほらお野菜とか果物ってね、皮と身の間にすごいね、あの栄養があったりだとか、うん、味が、うん、あったりだとかするんで、そういうこだわりがあります。なんならほら葉っぱとか売ってる、葉っぱとかついたままのオーガニックのとか売ってたりすると、うん、もう葉っぱも使うし、うんうん、私も大賛成。私も人参は基本剥かないでそのまま食べます。あ、やっぱそうなんだ。うん、なんか私が思うに皮がねすごい薄くて、もう皮とあまりこうその境がないものはそのまま食べるもんだと思ってる。あ、なんかわかるかな。うん、で、まあ、明らかに皮っていうのは皮だから剥くようにそういうふうにできてるわけよ、そういう果物は、うんうんうん、みかんとかね、そういうのは、そう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 、そういう、うん、そう、そういうものじゃないものは皮も一緒に食べて、うん、食べるようにできてると思うの、もともと。そこに栄養があったとか。桃あったでしょ？うん。ひろこさんの。桃むくでしょ？うん。平べったい桃ね。あったあった、うん。うん、あれ、むきます？あれね、ほんと手でむけるから、ピローって。むかない？あみさん？嘘！あ、食べちゃうんだ、食べちゃうんだ。食べる。あのね、日本にね、うん、住んでた時にね、うん、同僚のアメリカ人がね、うん、柿をそのまま食べてた。あ、で本当に、って言ってたんですけど、私今それしてるから。そうなの？柿むかないの、びっくりだね。皮どう、味とか大丈夫、変わらない？こっちの柿、ちっちゃめの柿で、うん、で皮すごい柔らかい。うん、あ、そう、日本の時と違うの？うん。僕なんかドイツ行って驚いたのは、ブドウは全部食べてたなと思って。あ、ブドウだって食べれるやつですもんね。うん、皮ごといっちゃうから、あ、日本って割と皮出すじゃないですか。うんうん。日本のブドウってほら皮がちょっとこう硬い。うん、硬いでしょ。種類の差ですかね。うん、種類の差はあると思いますよ、ブドウは。あとニュージーランドの人はキウイはそのまま食べ、皮ごと食べちゃう。マジで？マジで？ちょっと見てくださいよ。ちょネットでやるって。そう、もう本当に私これはなんか YouTube で日本の番組かなんかで見たんで、本当に本当に。鳥の羽そのまま食ってるぐらいの感覚で、羽むしろうよって思うけどね。キウイでしょ、だって。チクチクしますよね、きっと。チクチクするじゃん、ね、どうかね、だって。そうだ、そう思ったんだけど、なんか食べるらしいですよ。ほんとほんと。食べれるもんは食べる。これは何ですか？これは、こっちで言うね、ウェディーミールって言って、もうそのまま電子レンジに入れたりとか、それから、まあ、オーブンに入れたらもう出来上がりみたいな、調理しないでいいやつ。これはパエリアじゃないこの。おお。あ、パエリア。へえ。そうなんだ、パエリアなんだ。一回買ってみたんですけど、まずかった。おお。まずいんだ。そう。すごいまずかった。うんうんうん。これ自体は何のスーパーですか？アルディっていう。うん。あ、知ってる。知ってるでしょ。ドイツ系ね、うん、スーパーなんですけど、はいはい、ヨーロッパに進出しまくってるよね、ヒロコさん。知ってる知ってる。ここがディスカウントスーパーで、うん、こんな風に日用品なんかも、うん、ドカンと真ん中に置いてあったりとかして、うん、私の一番好きな冷凍食品が、うん、このチキンキアブっていうやつなんですけど、鶏肉の間にガーリックバターが包まれていて、でそれをまあ、パン粉とかそういうような感じでコーティングされているのを揚げてるっていうもので、
で冷凍食品になってるんですけど、あのこれはここすごい一番安いのに一番味はそうなんだ、味が一番いける、もう知らんな。あの私にとっては買い物はレジャーなので、おなんか名言っぽいの出ましたね、名言っぽいね、いいな。あのご飯作るためにとか家事のために行ってるんじゃなくって、楽しみのために行ってるんで、まあ、こういうあの変なものとか見るのも楽しいですね。これカクテルに入れたりするお花、ああ、うん、特用なんだ。そうで、こういうのがこうあのその日その日とか、まあ、週ごとに違ったのがポコポコ出てくるんですよね。だから、まあ、ちょっと面白いなって思って見ながらとか、はい、それがアルディでした。セインズバリーズ、これが私の家から一番近い、ちょっと高級めのところがあって、で、まあ、庶民的なレベルのところがあったりして、セインズバリーズはちょうど間ぐらいで。間ぐらい。うん。で、店の雰囲気も、あの、まあ、綺麗で、で、あの、スタッフの人もちょっと綺麗め。そういうのあるんですね。うん。あのね、さっきもあの言ったように、私にとって買い物はレジャーなので、あんまり汚いものは見たくない。あで、今のって店員含めてって言ってそうそう、うん。客層もそうだし、それが店の雰囲気を作るわけじゃないですか。だから、まあ、ここはまあそういった意味というのと、あと、あの、立地条件もあって、よく。うん、こんな感じであまり調理しないでいいものっていうのがやっぱりたくさんあって、全部もうできてしまってそれをオーブンに入れるっていうものもあれば、マリネしてあってマリネしないでいいからオーブンだけ入れてね、あとは自分でやってねみたいなものがあったり、あゆさんこれ質問ですけど、これ真空パックみたいなことで、別に冷凍されてるわけでもレトルトみたいなことです。これどういう状況なんですか、よくわかんないです。真空ではないですね、これはオーブンに入れるもんなんで、アルミの容器に入ってて、でそこにもうすでに味付けしたお肉がドカンと入ってるんですね。おでそれをそのまま開けてオーブンみたいな感じなんで、はい、でまあ、あのご自宅で野菜なり添えてねみたいな感じですね。ソーセージもいろんな種類があって、真空パックになってるものもあれば、上がそうだっぽい袋に入ってたり、ソーセージすごい種類あって、中にリンゴ入ってたりとか、あのリンゴ、そう、刻んだリンゴがね入ってるポークソーセージだとか、リンゴ、いろいろ種類があるんです。いい感じだな。はい。これは何ですか？けど、むきエビ。ああ、これ冷蔵庫なんですか、これ。はい、冷蔵庫です、これ。だから、冷蔵庫オープンなんで、スーパーすっごい寒いんですけどね。はい。どういうことなんだ、なんかおかしかな、一瞬おかしかなと思って。そうなんだ。上がソースですね。上に一般的に使う、エビのサラダなんかに使うソースがあったりとか。はい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 。で、この間、あの、冷蔵庫の回の時に、オヌガって紹介しましたけど、今、ちょっと下の、左下にちょっと。はいはい、オヌガだ。ニセキャビアだ。はい。はい、その横にニセキャビア、はい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 。ニセキャビアの。その隣が、確かマスの卵。ああ、はいはいはい。ああ、マスの卵。右横。はい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 。はい、トラウト。ちょっと小粒なやつだ、翔子ちゃんね。瓶詰めのやつですね。はいはいはい、はい。瓶詰めのやつ。それがマスの卵。はいはいはい。トラウト。これサバ？これはサバの燻製です。これはね、干物の代用としてよく買うんですよね。美味しそう、うん。これとご飯食べたり、あと、これほぐしてパスタに入れたりとかしてもすごく美味しくって。あ、これと、そうですね。はい。すごく便利。あと、これは、まずそうなセレクションを。これまずそうだよ。これなんですか、エビフライみたいな、なんだろうこれ。これはチキンの胸肉を揚げてあるんですけど、ダンボール食べてるみたいな感じ。あ食べたことないですけどね、ダンボール。でもそれは、うん、やっぱり一回あゆみさんもチャレンジしたわけですよね。そう、やっぱりね、見たら食べね、一回食べてみないとね。一回食べますよね。で、これは、ビットビーって、あの、イギリスの北部の有名なビーチタウンなんですけど、で、そこの、まあ、シーフードを使った、カラマリってエビの
フライ、うん、フライっていうかな、で、パン粉って日本のパン粉なんですけど、パン粉、うん、もうパン粉英語になってるよっていうちょっと面白いのかな。ほうほうほう、なるほど。なんかちょっとブランドで日本のパン粉はサクサクして美味しいみたいな。そうそうそう。うん、そうレストランでもパン粉って書いてたりするよね。わざわざ。うん。うん、なんかパン粉ついてるけどパン粉っぽくなくない？日本のパン粉っぽくないよね。なんか地元のパン粉やって感じ。現地のパン粉っぽい。よこさんいいとこ目つけました ね, ね, ねもっと大きいじゃない、うん、ね、サクサクのサクサクの感じじゃないか。今はないの、もっとな感じ。騙されてるって、ね、そう、多分間違って使ってるかもしれない。うわね、言えるな。ありえる。これはあれですね、もう全部できちゃってるバージョンのレディーミールですね。パイとかラザニアとか、ほら、ひどいでしょこれ。餃子、わさび、餃子。面白いでしょ。またディスってるけど、私。フライ餃子。もうね、メーカーの名前自体がね。わさび。そう。わさび。これも同じわさび、わさびシリーズ。でもわさびって、いうその日本のね、うん、言葉を使ったメーカーのくせに、うん、あのスイートチリチキンとかね。なるほど、全然関係ねえじゃん、うん、ややこしい。そう。なるほど、面白い。わさびっつってなんかチリソースかなんかな、全然関係ないんだけど。うん、おかしなことになってんなこれ。これはカレーですね。カレーとご飯が入ってるやつで、もうチンして食べれるやつ。美味しそう。これはまだだいぶマシです。だいぶマシなんだ。なるほど。大変だ、イギリスは。簡単手抜き料理みたいなのが充実してるんだな。そうそう。うん、そうだね。あの、私が住んでるのすごい小さい村で、うんうん、でこのセインズバリーっていうのも、最近このアジアコーナーが、うんうん、出前ってありますね。はいはい、ああ、こういうのあるね。はいはい、うん。この辛ラーメンは日本でも大人気ですね、これ。あ、そうやね。どこでも置いてます、これ。うん。これまあまあ美味しいよね、辛ラーメン。うん、美味しいです。うん。と、あ、でも森永なの。森永。うちもこれ、一ケース買ってあります。あ、そうなんですか。これ火ね、賞味期限とかほぼないしね。持ってから、うん、持ちするからもうお味噌汁とか。あ、味はどうなんですか。ね、味はね、あの普通、悪くないよね、なんていうかな。でも豆腐の味は しないよ。え、なんていうのかな。豆腐。あのほら、美味しい豆腐の味はしないよ。ああ、うん、うん、普通の豆腐と思ったら、普通の豆腐で、うん、うん、食感を楽しむための豆腐と思えば大丈夫、うん。なんかね、シドニーさんがアメリカでね、なんか枝豆の豆腐とかね、森永が作ってる枝豆の豆腐ってのまさしくあれと、なんだろう、シリーズとしては同じなんだけど、うんうんうん、そういうのはないんだね。枝豆は大人気で、ああ、そうなの、うん、枝豆のカップヌードルとか、あるんですけど、すごい間違ってると思うんですけど、とりあえずそば出たよ。あ、あるあるある、あります。スペインもあるんだ、うん、ある。同じ、一番無難な、あ、外さないんだ。へえ、これどうなんだろう、微妙なパッケージングしてるけど大丈夫なのかな、うん、そうで、フレーバーもいろいろあって、うん、なんか、ね、確か黄色いのがクラシック、うん、で、あとすき焼き味と、うん、もう照り焼き味があったのかな、うん、照り焼き味のそばなの、うん、そう、うん、なかなか謎の食べ物ですね。こっちの人照り焼き好きやから、タレがね美味しいからね、そのすき焼き、うん、すき焼きのね、甘しょっぱいね。そう好きなんですね、はい、うん、いっぱいあって、その横にあるカブトやったかな、カブトとかイツっていう、これも、カップヌードル系の ラーメンなんですけど、すっごいまずい。悲しい。そろそろなんか美味しいなっていう情報は出てこない。いや、いろいろ楽しいな。うん、楽しいです。続いて、あゆみさん、他にあなたの買い物術何かございますか？ちょっとまあ余談なんですけど、はいはい、カップヌードルとかね、うんうん、うちでも日本の日清のとか売ってるんですけど、
うん、味が全然違うっていう話をあの、うん、前してて、うん、でなんでかっていうと、ヨーロッパとかって食品添加物の規制が厳しいらしいと、うん、それで、使える添加物っていうのが少ないから、うん、それでその日本の味が実現できないというのを聞いたことがあって、どうもそのに日本っていうのは食品添加物の規制が緩いらしい。へえ、そうなの、うん、知らなかった。知らないと輸入するってなるとまた別なんだけども、作るってなるとその規制を満たさないと作れないっていうことになってて、同じ味にはならなかったり、あのなんでそういうあのさっきのレディーミールとかも、添加物とかが許されてないから、それでまああまり美味しくない。へえ。人工的な味が出せない。うん。日本は厳しいのかとずっと思ってた。うん。僕に関しては。うん、うんうん、日本のほらパンってすごいふわふわしたパンが結構人気だったりするでしょ。普通にほらコンビニとかスーパーで売ってる食パン系とか、例えば、うん、あれってふわふわさせてその形をキープするために入ってるんですって、いろいろ、うん、でそれでなんかパーマ液に同等するようなあの、うん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 、そういうものが入ってて、その形をキープさせてあるっていう、それを食べてるって、マジで？そういうのなんかの、うん、なんかの番組で見たんですよね。日本の。翔子ちゃんも聞いたことある。確か日本のその、まあ、ドキュメンタリーみたいな、だったと。うん。パンは、昔の方はちょっと知らないんですけど、最近、うん、そのドライイーストとか、あの、うん、なんかを使ってませんっていう風潮があるけど、それでも人体に有害じゃないから、うちは使ってきますっていうメーカーが出てきたんですよ。あのもうこうそのホームページであの表明して、うちはその安心安全はしっかりしてます、でその上でこの添加物を使っていきますっていうのをあの出したところがあって、で、はい、でなんかそういう風に言われるようになったのって、そのだからそのパーマ液とかの話につながるのかなって今思ってました。うんうん、いや、うん、まあいろいろありますね。いや単純にローカライズされてるから、俺カップヌードルの味とか違うのかなと思ってて、普通に売ってるじゃないですか、シーフードとかあの醤油味みたいなカップ、うん、日清のカップヌードルが、それすらも違うから、国で違う、これはなんでこんなことになってんのかなとずっと思ってたんだけど、うん、ひょっとしたらあゆみさんの言うように使っちゃいけないの差があって、うんうん、基準もあって味が変わってんのかなって今、うん、うん、ね、うん、今日はいろいろ勉強になります。勉強になります。振り幅広い回、勉強になる、ね、はい、ありがとうございます。本当に、うん、はい。